皆さんこんにちは。今回は1月に入ってから結構いろいろお買い物をしておりましたので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。かなりまとめて紹介するので、今回はね結構量が多いので、トントンといきたいと思うんですが、まずは、年始早々に、アイハーブでお買い物をしておりまして、そちらがね届いているので早速紹介していこうと思います。まず一つ目は、こちらのですね、私が個人的に、アイハーブの中でも気に入っているブランドのダーマイーのシリーズなんですけれども、こちらの、新しい商品だと思います。ビタミン C ミセラークレンジングウォーターというものになります。クレンジングウォーターって結構いろいろなブランドから出ているんですけれども、最近あの流行りなのか、この、ミセラーっていうね、低分子って言ったらいいのかな、ナノとか、あとその下のピーコ、多分その次がミセラーになると思うんですが、まあ、単なるこう水ではなく、やっぱり分子がすごく小さいので、まあ、肌に残った、汚れとか、あとは朝のね洗顔代わりにも使えるような、拭き取り化粧水の感覚で使ってみたいなと思って購入しました。でこちらはビタミン C と、あと、プロバイオティクスとルイボスということなので、ブライトニングの効果もあるような成分も含まれていて、で、実際にも使っておりまして、結論から言うとかなり気に入りました。普通にこうクレンジングウォーターっていう感覚よりは、ちゃんとこう美容成分なども与えてくれながら、肌が整う感じっていうのもいいですし、とこうピーリングではなく、あくまでもこう汚れの吸着をする力が強いっていうだけなので、肌にもねそんなに刺激がほとんど感じられなくって、すごくこれは気に入りました。そして続いてはちょっとリピート品なんですけれども、こちらのリアルテクニクスの、ホリデーリミテッドで出ておりましたこのミニブラシをリピートで購入しました。前回ですねこちらの、アイシャドウブラシのこの2本セットとプラス、フェイスブラシとチークブラシと買ったんですけれども、今回はこのアイシャドウブラシが、一番可愛いなと思っていて、自分で使うというよりもちょっとあげようかなと思って買いました。そして続いては、こちらを初めて購入します。こちらはミントフロスです。こちらは普通に歯科用のフロスになるんですけれども、私もともとフロスはね、結構好きで、ご飯を食べた後とか家で結構やってるんですけれども、それがちょっとね、手元にあるものが、もうそろそろなくなりそうで、それは普通の日本の、ドラッグストアで買ったものになるんですけれども、アイハーブでもね、こういうビーガンタイプっていうんですかね、成分的にも安心ですよっていう感じですね。で、開けてみるとこんな感じの、透明の半透明のパッケージになっていて、こんな感じでここを引っ張ってちぎって使うっていうやつですね。50m あるのでかなり長持ちすると思います。見た目もシンプルでコンパクトでいい感じですね。そして、続いてはねこちらの、グッドブレスっていう商品です。これはいわゆる、ブレスケアのアイテムで、日本の、ものってこうミントの成分とかで結構ね匂いを匂いで潰すみたいなのが多いんですけれども、外国のこういうものってちゃんとこうパセリオイルを主体にしたものが、あるんですよね。こんな感じの本当にこうパセリのオイルの成分がほとんどになっている、こういう透明の、ソフトジェルになっています。この手のものは実感はなかなか湧きづらいんですけれども、なんとなくやっぱり安心かなっていうので、常に置いてあるんですが、今回ねこちらは2つ購入しています。そして続いては、こちらですね、たまたま目に入ったものにはなるんですけれども、以前にもね買ったことがある、こういうキャンディーの、メーカーっていうんですかねになるんですが、そこの、オーガニックレモンハニー、スーザーっていうんですかね、のど飴になります。で今もう本当にこう風邪とかインフルエンザとかが流行りだしてきていて、なるべく喉のケアとかね、そういう乾燥のケアとかもちょっとしておきたいなというところ、これはね結構手軽なものとして、ちょっとトローチで検索したら出てきたので、なかなか成分的にもいいんじゃないかなと思うんですが、18粒入っていて多分300円しなかったぐらいですかね。中はこんな感じのもう普通のキャンディーになっているんですが、ちょっとやや小ぶりな感じの大きさですね。匂いはでもすごい蜂蜜の香りと
あとレモンの甘酸っぱい感じっていうんですかね、すごくね味も美味しそうで、こちらはねちょっと喉が痛いなという時とか、気軽に使えるかなと思って買ってみました。そしてアイハーブは次で最後になります。最後はねこちらの初めて買います。以前からねパッケージとかね可愛いなと思っておりました、パシフィカの、コスメになります。これは、リップティントになります。グアバベリーっていう香りと色を選んでみました。こんな感じのね、リップクリームみたいな形をしています。デザインも可愛いですね。でこちらはいろんなね色と香りがあるんですが、こちらはこんな感じのローズ系のカラーっていうんですかね。で匂いが思った以上に結構強いですね。でちょっとね色ちょっと見てみたいなと思うんですが、しっかりこう押さえつけてこう表面を溶かしながら塗らないとつかないかなっていう感じですが、こんな感じの色味ですね。もっと濃く出るかなと思ったんですが、意外と自然な感じになっていて、赤みのある、ベージュカラーっていうんですかね、意外と使いやすい色味じゃないかなと思います。そして続いては、相変わらず Q10 でもお買い物をたくさんしておりますが、ある意味リピート品にはなるんですけれども、こちらのですね、Q10 で VT のコスメティクスさんが、公式ショップをね、去年オープンされまして、で、まだセールとかね、結構お得な販売が続いているので、ものすごく気に入った、シカクッションの色違いなどを購入しています。で、これはね、おまけでもらえる、BTS のね、ポップアップスタンドと、で今回もね、このメッセージがね、書かれたハガキも、ポストカードも入っていました。まず、そのセットごみに入っているもので、前回あまり詳しく紹介しなかったんですけれども、まずこのシカケアシリーズのスポットパッチがですね、これがすっごく良くって、でこれが付いた、セットをね、今回選んだので、今回もこの手元に2枚、届きました。12枚ずつ入っている、こういう丸いシールの、ニキビパッチになります。で、このシカケアのシカっていうのが、薬草のことを指しています。で、この薬草成分が入ったこういうパッチとかファンデーションとかスキンケアアイテムっていうのがたくさんあって、で、私の肌にもすごく、ね、合うのか、このシカ成分っていうのをね、使うと、本当にこう顔の赤みとかが本当に引いて、肌荒れも収まるし、で、このパッチもですね、吹き出物とかができた時に貼っておくと、本当にこう完全に丸1日貼った状態だったら、剥がした時に本当に何もなくなったぐらいすごく綺麗に治っていたので、結構ねこれはね常備させておきたいなと思うぐらいすごく気に入っています。でその今回リピートでね買ったっていうのがこちらの、シカレッドネスカバークッションというクッションファンデーションになります。で、全く同じものではなく、前回21号を買ったんですが、23号を今回購入しています。で、このシカクッションは、もともと普通に単品で買うと3000円ぐらいはするはずなんですけれども、オープン記念セールということなので、まずこの原品と、で、プラスリフィルですね。この形のリフィルが、プラスで3つついてきます。これはね、こう肌が敏感な人とか、ニキビができやすいとか、もう赤みが全然こう引かないっていう方に、本当におすすめしたいですね。そして続いては、また別のね、クッションを買ったんですが、そこにまずセット組みされておりましたのが、この、シカレットネススポットコンシーラーというものになります。これは先ほどのね、シカクッションとかのシリーズのコンシーラーになるんですが、この商品もすごくね、良さそうだったので、セットについてきておりました。で、私はこの01番のライトベージュを選んだんですけれども、塗ってみるとこんな感じですね。ザ・セムのコンシーラーよりもちょっと色は暗めかなという印象です。どうしてもね、こういうのを使うのって、こう、トラブルがあるところをこう隠したいということがあるので、このコンシーラーの成分自体もすごく重要だなと思うので、このシカケアのシリーズでこうコンシーラーが出てくれてるのはすごくありがたいですね。で、肩にもすごく馴染みやすくって、あまりこう乾燥もしづらいような感じがします。カバー力もそこそこあるんじゃないかなと思います。これもね、ちょっと使ってみたいなと思います。で、すっかりね、VT にハマりましたので、まだまだね、気になっておりました商品が、
こちらの、CC クッションです。でホワイトブロー と、ブラックフィックスオンというこの2種類がありまして、まあ、こんな感じでね、こちらも BTS の、 あの特製のパッケージにはなっております。まあね、シカクッションをね相当気に入っているってねさっきも言っていたので、まあ、こちらは本当にこうちょっとどんなものかなっていう感じで試しに買ってみたものになるので、ベース基本的にはまあシカクッションを使って、まあ、日によってまあこういったものもね、使ってみたら楽しいんじゃないかなと思って購入しました。そして続いてはこれ一番最近届いたもので結構話題にはなっていると思うんですが、こちらのですね、エチュードハウスの今回アイシャドウを購入しました。すごく可愛いですよね。今回はね、よくディズニーコラボはしているんですけれども、今回はこのピグレットを中心に、まあ、プーさんの仲間たちとの、コラボアイテムになります。で今回クッションファンデーションケースとか、あとクリームチークでティントなども出ていますが、今回私はもうこのアイシャドウだけに絞って4色購入しました。まず1色目はこちらの、BE の115番になります。こちらは、プーさんのね、プリントが入ったものになっていて、で今回買ったのはね全てあのマットカラーも出ていますけれども、私は、こういうグリッタータイプのものを選んでいます。で塗ってみるとちょっと分かりづらいかな、こんな感じで結構ピンクとか黄色っぽい感じのグリッターが入ったキラキラのカラーになっていますね。そして2色目はこちらの BR430 番になります。このキャラクターの名前はちょっとわからないです。で、こちらブラウンのカラーになります。これもすごくねキラキラしていますが、はい、塗ってみるとこんな感じの色になります。つける量でもうちょっと濃くブラウン出ると思うんですが、意外と粉付きがこう軽いというか、茶色みもすごく落ち着いた感じですね。で中のラメはこれもピンクとかイエローとかさっきと似たような感じのオーロラカラーにこうキラキラ光る感じのグリッターが入っています。そして3つ目はこちらの PK018 番になります。こちらは、I like you という名前がついていて、こちらはピグレットの顔になってプリントになっています。でこれすっごく可愛いピンクカラーで塗ってみると、はい、こんな感じになります。見た目ほどそんなに強いピンクじゃない感じですね。で光り方もちょっと寒色系というかブルーとかシルバーが多いかなっていう印象です。まあ、ベースにねこういうピンク系が入っているのですごくね可愛い感じじゃないかなと思います。そして最後の4色目はこちらの PP513 番の、チアアップというカラーです。ちょっと分かりづらいんですけれども、こんな感じのカラーになっています。まあ、明るいこうラベンダーカラーのベースにこちらもパープルとかピンクのグリッターがたっぷり入ったカラーになっています。ちょっと青みの感じのこうグリッターも入っているので、またちょっとね先ほどの雰囲気とはまた違った感じで、このカラーはこう単色で使うとすごくねこう透明感のあるような感じですごく綺麗な色ですけれども、アイメイクのねこの例えばブラウンのこういう色味のこう上とかに重ねるとまたこう色の変化をね楽しめるような感じになっているので、私は個人的にこういうカラーは大好きですね。そして続いては、こちらの、ポットタイプの、アイシャドウでホリカホリカから新しく出たメタリックのクリームシャドウになります。でこんな形で、丸い、ポットタイプになっているんですけれども、特徴がすごくね面白く、クリームというよりはもうちょっとボソボソしたような感じのテクスチャーで、まあ、この色に関してはこれは1番のカラーなんですけれども、結構ねグリッターがたっぷり入った色になっているので、結構ね触った感じはあのボロボロした感じになります。でこちらは4番のカラーですね。これだけちょっと毛色が違っていて、グリッターのこうザクザク感っていうのがあまりないというかほとんどないんですよね。どちらかというとすごく微粒子の、まあ、パールラメっていう感じで、ベースの色は結構赤っぽい、カラーをしています。で3つ目のカラーがこれが05番のカラーになるんですけれども、こちらも最初の1番目とよく似たような感じにはなるんですけれども、グリッターの粒の大きさとか配合量はそこまで強くない感じになっています。ベースの色も少し明るめのベージュカラーになっています。
で、まあ、これで見ているよりも塗ってみた感じの色をね見ていただくのがいいかなと思うので、こんな感じの、配色になっています。左から1番、4番、5番というカラーになります。で、1番が本当にこう綺麗な、オーロラカラーのグリッターがたっぷり入っていて、でベースの色はそうだな、ちょっとオレンジに近いベージュカラーになっています。で、4番のカラーはこんな感じでこうピンクとゴールドの、細かいラメが入っていて、グリッターほど粒の大きいものは入っていないです。で、5番のカラーはこんな感じで、こちらも比較的暖色系のグリッターが入った感じのものになっていて、ベースの色はすごくね薄い色合いになっています。個人的な感想を言うと、今回この1番のカラーはすごくね輝きが綺麗なので、すぐにでも使いたいなと思うんですけれども、あとの2色は、まあ、なんとなく持っていそうな感じでもあって、あまりこう大きな驚きは正直なかったかなという印象です。そして続いての商品は、こちらになります。こちらは、ピアーのラストベルベットリップティントというリップアイテムになるんですけれども、私は以前こちらのシリーズで2色購入したことがありまして、結構使用感とか発色とかにね、すごくね、気に入っていたものになっていて、で、実は今回こちら、新しくね、5色新色が発売されて、そのうちのね、4色を選んで購入しました。実際の商品は、こんな感じの、ティントになります。で、実際に、ね、塗ってみた色はこんな感じになります。ベルベットなんですが、見ていただいたようにこういう感じで結構ツヤ感がちゃんとあるんですよね。で、もう少しこう薄く塗ったりティッシュオフするとベルベット風マット風な感じにも仕上げることができるんですけれども、この塗り心地っていうのは結構ねぬるっとしたような感じというか潤いのある塗り心地になっていて、この部分でも私がこう唇が荒れずに使えるっていうところじゃないかなと思います。で、こちらのカラーが、21番のカラーですね。ベージュ系のヌーディーなカラーになっています。で、こちらが23番のカラーです。ちょっとね、オレンジが強い色味になっているんですけれども、こちらもこうくすみオレンジっていう感じですごく使いやすいと思います。こちらが24番ですね。こちらのカラーが、ちょっと赤みの入ったオレンジブラウンという感じです。これもね、結構トーンが抑えられたようなカラーですね。で、最後の25番がここの一番濃い色になります。まさにこう茶色っていう感じなんですけれども、赤みの入った、まあ、ブリックレッドっていうんですかね、ブラウンレッドっていう感じの色味になります。まあ、ティントですけど、蛍光色に全く転ばないので、私はね、このシリーズ本当にすごく好きです。はい、ということで今回は1月に購入しましたコスメをですねまとめてご紹介いたしました。結構ボリュームが多かったので長い動画になってしまったと思うんですけれども、ぜひ気になったアイテムは概要欄に、リンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。